田川豊は、広島県のプロ野球選手、審判員。クレコ中学校時代の1934年保守として、全国中等学校優勝野球大会に出場。2学年上の藤村文夫とバッテリーを組み、全国制覇。1935年からは、内野手へ転校。この年の夏は準々決勝で敗退する。藤村文夫が卒業した1936年の、 春全国中東学校選抜野球大会からは、投手に転校。エースで4番だったが、優勝した愛知商業に、初戦負け。同年夏も、初戦敗退。1937年夏には、田川、二学年下の柚木進む、藤村隆夫の3投手を要したが、準々決勝でこの年準優勝した熊本工業の、川上哲二に3安打に抑えられた。 通算で5回甲子園大会に出場している。法政大学へ進学後は1941年の東京六大学野球集期連名戦で首位打者を獲得。暮れ校中の後輩、ゆずきらと法政五度目の優勝に貢献。戦中は第八飛行士団に中尉として従軍。戦後は神戸川崎重工業にいたが、鶴岡和人に口説かれ1946年。 グレー・ト・リングに入団。新人ながら打率341でリーグ2位の成績を残し、戦後プロ野球最下年のチーム初優勝に貢献。この年に記録した打率341は歴代新人最高打率であり、新人でこの打率を超えた選手は未だにいない。百四十八年に広大の後輩である森下茂義を主砲として利用する。 王尾ロビンスへ移籍。1949年11月に、広大の先輩である、藤田昭造が、初代監督に就任した近鉄パールスの設立に、森下と共に、現役選手として参加。1952年9月に、藤田が退任すると、同年オフには田川も自由契約となり、大英スターズへ移籍する。大英でも引き続きレギュラー選手として活躍するが、 1954年、限りで引退した。引退の翌年である1955年から、パシフィックリーグの関西審判部へ入局し、プロ野球審判に転校。異性のいい敵パキしたジャージで、デンさんと呼ばれ、親しまれた。個性豊かな審判として有名で、大の酒好きで知られ、土井正宏は、試合前夜でも飲み明かして、 酔っ払って小便垂れたズボンのまま球場に来るんですよ。匂いの何の二日酔いで見えへんから辛抱してくれですよ。笑うしかなかったと、選手以上に個性派揃いだった審判として、村田孝一、ロ、先本渡るとともに名前を挙げている。先進を務めていた試合で守備中に嘔吐していた、長淵洋蔵をいめた日の晩、自身も飲みすぎて、店のトイレで嘔吐した際、 たまたま同じ店に訪れていた長淵本人に解放されたこともある。1979年に病気を理由に引退するまで審判を務める。また、珍しい記録として、読売ジャイアンツの V9 期間中、優勝決定試合9回のうち8回に出場。急進、累進、外審として見届けていた。 パリーグの歴史的な優勝決定試合や1971年に起きた日本プロ野球最後の放棄試合にも出場しているが、パリーグの審判でありながら、巨人の歴史に顔を出している審判と言える。1977年からパリーグは審判袖番号を採用しているが、田川が付けた番号は12。 2000から3999打数の打者では3571打数954安打打率267通算打率98位とこれは審判の中でも最高の成績でありタイトルホルダーでこそないが選手として一流の成績を残した後審判員へ転向した人物である1981年8月22日新筋拘束の試し去 去年62、ありがとうございます。